奇跡博物館は、静岡県富士宮市にある博物館である。テレビ誌や、こんにゃく石、化石などをはじめ、世界中の石が展示されている。1971年開設。正式名称は、一般財団法人地球の石科学、財団奇跡博物館。国道469号にある。 案内看板内部展示の様子世界中の鉱物、化石などや石にまつわる文化を扱った博物館で建物規模自体は施設の博物館という面もあり1から2時間もあれば全展示物を見て回れる規模ではあるが奇跡をキーワードとして好奇心をそそるような様々な工夫が凝らされておりジャンルごとテーマごとに整理されている 館入り口にあるホールでは入館者が一定数たまると不定期に博物館職員による解説が行われ実際に奇妙な性質を持つ石を触らせるなどの説明がなされる。なお、奇跡は江戸時代中期より変わった石を愛好する構図家たちが集まって自慢のコレクションを披露し合う奇跡会と呼ばれる交流会を催したことに由来するが 道館はその見た目や性質が、素人目にも、不思議さや感動を感じさせる石を、奇跡と定義しており、子供の目線でも十分楽しめるとしている。このため子供連れ家族の来場者も多く、周辺地域にも親しまれている。博物館ではあるが、石の魅力に触れる場というテーマを掲げており、展示物のうちで少なからぬものが、実際に触ってみることができるようになっており、 館内の展示物の至るところに触ってくださいという独特の展示が見られる。こういった体験を通して岩石、鉱物から地学へ関心を向ける糸口となることを期待しているという。敷地内には学術研究を胸とし一般の立ち入れない研究館と並んでレストハウスや宝石ワクワク広場と題した水に沈んだ砂利の中に埋まった宝石や奇跡。 目を引く鉱物などを探して遊べる施設もあり、幼児、児童でも楽しめるようになっている。見つけたいしは、砂利以外は持ち帰れる。なお道館では、幼児が水遊びに興じて、ずぶ濡れになってしまっても良いように、着替えなどを持参した方が良いとアナウンスしている。この他その時々で、観察会、体験教室、企画展が開催されており、 リピーターを呼び込む工夫がなされている。収蔵品も膨大な数に上り、常設展示約1800点に加え一度に展示しきれないために、毎月の企画展で入れ替え展示を行っているとのことである。ミュージアムショップも充実しており、特にテレビ誌をはじめとするいくつかの奇跡やアクセサリーとしても意味を持つ奇跡、また化石なども販売している。 大きなものや特に貴重なものは、決して安価ではないが、子供の小遣いで程度でも買える値段で十分に、好奇心をかき立てるものも数多く販売されている。一部は、オンラインショッピングにも対応。ありがとうございます。